長い間グラブルを続けていると、なぜかその武器や石だけ無限に出てくるという現象を皆さん経験したことあるでしょうか。今回はそのようなグラブルの深淵をお見せしようと思います。ついに1回目の無料100連が始まりました。前半のグラフェスでは2転上してしまい、内容も散々なものだったのでここで何かいいやつ引いておきたいですわ。もしくは SSR をたくさん引いてゴールドムーンを大量に獲得したいです。100連引けるので、ただで至極と金付きをもらうことができます。このアイテム獲得システム、最近のアプデの中で一番嬉しいです。お、30連目でようやく1個目の SSR が出ました。7枚目のハデスだー。グラブル始めてから4年経ちますが、ハデスを初めて引いたのが1年半前でそこから怒涛の7枚引きしちゃってます。10本目のドラグクローダー。よ、4突実装されてないからまだ未来はあるはず。本当に未来あるか？また SSR が来ましたね。11本目のソウルイーターだー。バブオの1本時代に使っていたから少し愛着あるやつじゃん。バブオの2本作った今は、例の倉庫で大切に保管してあります。60連で SSR3 個、結構順調なペースですね。残り40連で SSR3 つ引いたら期待値通りなので、せめて2個ぐらいは何でもいいので引いておきたいです。残り20連か。お、また黄色背景ですね。昇格はなし、と。100連目。また黄色背景ですね。今回も昇格はなし、と。あ、終わっちゃいました。ガチャピンだから良かったものの、現金突っ込んでたら大パン案件ですわ。発給。